岩手開発鉄道株式会社は岩手県大船渡市で貨物鉄道を営む鉄道会社である。現在は貨物専業であるが1992年3月までは旅客輸送も行っていた。太平洋セメントが8割以上を出資する主要株主となっているが当初の設立目的から大船渡市など地元自治体も出資しており、 第3セクター方式の鉄道会社の走りでもある、日本民営鉄道協会に加盟する、西駅を起点とする全長 11.5km の日頃し線、赤崎線の2つの路線を有し、大船渡市の内陸部にある大船渡鉱山で産出される、石灰石を、同市赤崎町にある太平洋セメント、大船渡工場まで輸送している。 2010年度の貨物輸送量は195万トンで、私鉄では上位クラスの輸送量であるが、年間400万トン以上あった1990年代以前の輸送量に比べると半減している。1986年から貸切バス事業にも進出したが、現在バス事業は子会社の開発運輸が行っている。岩手開発鉄道は地域振興と、 林産資源などの開発を目的として設立された、西駅から釜石線平総駅間を結ぶ鉄道を計画したが、太平洋戦争中は工事が中断し、日頃支線として西から日頃支間の鉄道が開業したのは戦後の1950年である。当初は貨物、旅客輸送とも振るわなかったが、赤崎先生、赤崎和と日頃支線日頃市岩手石橋間を 延伸し、小野田セメント、大船渡工場の石灰石輸送を開始した後は、経営が持ち直した。しかし旅客輸送人員は、日本全国の旅客営業を行っている私鉄では、常に最低で、1992年には旅客営業を廃止している。日頃線、赤崎線ともに、機関線 67mm、単線非電化、運行場は、路線の区別なく、 全列車が通し、運行で2007年時点では1日13往復が設定されている。2007年時点で、貨物列車県引用の DD56 系ディーゼル、機関車4両と、石灰石輸送用のホキ100系、貨車45両の、計49両が在籍している。DD56 系1968年から1973年にかけて、 新潟鉄工所で製造されたセンターキャブ、式ディーゼル機関車で、スタイルは、国鉄 DD13 型に類似する。当初自長53トンであったため DD53 型であったが、1979年に機関を DMF31SB から DMF31SBI に換装し56トンとなったため同時に改版された。1九9三年から1九9七年に、 かけて、信頼性向上を目的として機関が、直噴式の DMF31SDI に再換装されている、DD56 系、DD53 型検査時の輸送力維持を目的として、1977年6月に、新潟鉄工所で製造されたセンターキャブ式のディーゼル、機関車、56トン機で、機関は当初、DMF31SDI を2機搭載していたが、 1995年12月に直噴式 DMF31SDI へ換装された、北機 100K オノダセメント、大船渡工場への石灰石輸送用として、新造された35トン石の貨車である。1960年に13両が配備され、2000年まで増備された、国鉄石3000系貨車との同一設計であるが、両側の下部の荷下ろし開けとが、 電動式となっているのが特徴。1996年より、保守簡略化の観点から台車が、コロジク受けの TR213C 型、TR225 型へ交換されている。キハ200 1968年に、新潟鉄工所で製造されたオリジナルの機動車で、全長12メートルに扉の小型車両であった。西岩手石橋間の旅客輸送に運用された。 1992年4月の旅客輸送廃止後は、しばらく経営入れ替えに使用された後に旧車、1997年3月に廃車となった。その後は、西駅構内に留置されていたが、2002年2月に、長安寺駅側線で解体された。キハ301詳細は、夕張鉄道キハ200系機動車を、三章夕張鉄道から1975年に譲り受けた。 旅客輸送廃止後は個人に売却されたものの引き渡しがされず結局2001年7月に長安で来期即戦で解体された DB15 系1957年に新密菱重工業で製造された L 字型の岩手開発鉄道最初のディーゼル機関車1973年を廃車 DC38 系1973年を廃車 DD38K1960 年に東洋後期で製造されたセンターキャブ式のディーゼル機関車 DD53 型の登場までの主力1974年廃車 DD43 型1963年に東洋電機で製造されたセンターキャブ式のディーゼル機関車故障が多かったという1985年廃車ありがとうございます